弱いし落ちるし十分のに引かれたしも聞いてください。あー、聞きたくないな。また相談系臭いな。今年好きな人にチョコあげるんですけど、その人のこと、好きな女子が自分含めて4人いるんですよ。チョコあげるのは3人しかいないんですけど、去年は自分しかいなかったのになんか悲しいです。いいんじゃない別に。その人が人気ってことなの？まあ、人気株をゲットした方が嬉しいんじゃないの？吉田沙織なんて名前知るんだから力ずくで奪ってください。力ずくで取れた苦労はしねえ？そんなん言われても知らんやん。ひいきしてくる先生ってどう思いますか？いや、まあ、ひいきされるやつが悪いんですよ。先生側なんで僕は。先生側の立場に立ちます。ひいきって可愛がられるってことは、それだけ可愛い、先生にとって可愛いことを知るってことよ。いや、いい子に授業を受けるとか、それはさ、いい子に授業を聞いてる子をひいきしやんわけがない、先生が。あいつ雷持って、つか。無理戦でしが初めてコメントします。ありがとうございます。もうダメだよ、使ってよ。キラー終わっちゃうやん。はい、終わった。降らすなよ。今降らすなよ。ここで俺が無敵引いてから。もうアイテム取れないのも積んだ、積んだ、積んだ。マジ、ここで無敵引かな終わるな。頼む。引いて。きた。いや、これ使う。もう使う、使う。もうそろそろ、ほんまに降らすから。はい、来たー。はい、来たー。もう俺の1位確定演出。ありがとうございます。はい、1位取ります。このまま。上位に駆け上がって、前のやつしばいて、3位に上がって、ちょっと待って、その後俺じゃないよ。よしよし。待って、こいつは多分普通に抜かせる。いや、もうゴールしてんの 1位。ちゃうやん。してへんやん、俺が1位やん。ありがとうございます。はい。熱い1位。皆さんもし子供の名前つけるとしたら何にしますか？難しい。じゃあ、この中におる人から決めようかな。じゃあ、おねおけ6系で。いじめられんで。いじめられる？それはここにおる。おねおけロッケーに失礼じゃないか？まったく、あんたっていうやつは。それ失礼。なあ、いじめられてないもんな。なあ。皆さん、いびきかくんですか？賞味かかん。いびき萌えという字を。いびき萌えする人おんの。俺のいびきだって言って、どこからか持ってくればいいんだよ。なるほど。じゃあ、めっちゃ可愛いいびき持ってくるわ。VTuber の女性のいびきみたいなやつを拾ってきて、すやすやすや、スピスピスピみたいなのをちょっと、俺のいびきやって言って流して、りょうさんこんなかわいいいびきかくんって、ちょっと稼ぐわ。ここだけの話、ここだけの話だ。かわいいいびきことは、スピ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 みたいな。スピ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 、スピスピすやすやすや、スピスピスピ。うわ、りょうさん、寝てる間にスピスピ言う人なんや。かわいいってなるやろ？なるな。なるよな。生産だと誰に声似てるんだろうって考えたんですけど、内山幸輝さんに似てました。だかなの人全然。もうやめてやめて。内山さん好きに殺されるからさ。桜井さんはよく言われてますよね。俺が来るまで、よく来られた。こんばんは。鮭イワシ。牛さんそんなこと言わない。言いまーす。牛さんだって人間やもん。何でも言うよ、牛さんだって。自分、映画上手な人、尊敬します。なんか暴れる君みたいになってる自分映画うまいと尊敬します暴れる君の BGM が脳内再生された。痛い。面白かったの弟と友達におすすめしました。大丈夫それ。弟趣味合わんのじゃん。弟ガードマン好きやろどうせ。いやー動いてーがいいやろ弟声フェチからしたらりょさんのドストライクです。なんか声フェチの人ってさ、もっとさ、なんか吐息多めイケボ配信者が好きなんじゃないん？今日なんで来てくれたの？ありがとう。今日も来てくれて、ありがとう。が好きなんじゃないの？